ファンタジー作品の中には、魔物と呼ばれる人や動物とは違う、まがまがしい姿をした生き物が出てくる。大体は、獰猛な肉食動物よりも、凶暴で人々を困らす存在だが、そんな魔物の中でもさらに死んだ、人や動物なんかが怪物になって、襲ってくるパターンもある。ゴーストやスケルトンなんて呼ばれる、そんな存在がただ、悪ってだけじゃない今回、紹介するキャラは、最果てのパラディンに登場する。ウィルを育てた3人のアンデッドだぜ。引きこもりで後悔を持ったまま亡くなった主人公は、前世の記憶を持ったまま異世界で人間の子供に生まれ変わったんだ。その赤ん坊は数百年前に滅んだ町にただ一人。そんな赤ん坊にウィルと名付け育てたのは、廃墟の町に住んでいた3人のアンデッドだったんだ。スケルトンのブラッドは生前は、ウォーガと呼ばれた天使で豪快な性格だが優しく、ウィルに狩りなどで生きていくための心構えや武術を教えるんだぜ。約束を破ったウィルは卵なしではなく、ちゃんと叱ったりとお父さんのような存在なんだ。ミイラのマリーは生前はマーテルのマナ娘と呼ばれた神官で、いつか人のいる世界でも粗相がないように一般常識やこの世界の神や信仰を教えるんだ。言動の節々からもウィルを実の子のように愛していて、ウィルも本当の母親のように慕っていくんだ。ゴーストのガスは、ワンダリング星人の二つ名を持つ魔法使いで、ウィルに学問や魔法、お金について教えていく。やや偏屈なところはあるけど、ウィルの才能を認め、魔法よりも大切なことを教えてくれるんだ。三人がなぜこの地にいるのか、人はどうしてしまったのか、幼いウィルはなぜここにいたのか、いろいろな疑問を持つも、そのことを深く教えてくれない三人にはある大きな秘密が隠されていて、悲しい未来が待っている。ウィルのために行動する3人の真意を知れたと、感動してしまったのぜ。顔は完全に悪役のそれだけど、温かい家族の話にハート持ってかれるから、2期も制作中とのことだし、ぜひ見てほしい作品なんだぜ。それじゃあ、アバよ。視聴者さんよ。最後までご視聴ありがとうございました。